さん、人と人とをつなぐ役割をしてくださって本当にありがとうございました。北原さんからたくさんの愛と優しさをいただきました。トキメッセで NGT48 でライブがしたいと言っていたリエちゃん、夢を叶えて本当におめでとうございます。聞いてください、夕日を見ているか。家族や友達や周りの